まだあった。食べきったと思ったハイチュウの底にもう一個入ってる。奇跡だ。カップ焼きそばの蓋の裏にキャベツが一枚もくっついていない。誰も降りそうにない駅で自分の前の座席だけ開く。めったに買わないものを買いに行った時の大特価。昔使ってたマジックテープの財布を見たら千円札が入っている。私服の時やで。休みの前夜に布団に入った時の無敵感。